イタリア語。イタリア語は、インドヨーロッパ語族イタリック語派に属する言語の一つで、おおよそ6000万人ほどが日常的に使用しており、そのほとんどがイタリアに住んでいる。高知就職で、基本語順は、スボ、イタリアは、漢字で、イタリアと表記することから、イタリア語を略記し、異語と称される。イタリア語は、イタリア、サンマリの共和国で、公用語として定められている。 スイスでは、ティチーノ州全域とグラウビュンデン州、クリジョーニ州、クリッチニーの一部がイタリア語圏であり、スイス全体としても公用語になっている。また、スロベニアのイストリアとクロアチアには、少数のイタリア語話者住民がいる。フランスのコルシカ島ではイタリア語の方言である、コルシカ語が使用されている。バチカン市国では公用語であるラテン語の他に、イタリア語が、 一般の業務用語として使用される。また、その昔は、クラシック音楽の楽譜に書き込む、楽語はイタリア語が、公用語として、長く守られきており、後の時代に作曲家が、それぞれの母語をも混合して楽譜に盛り込むようになってからも、基本的な伝統的楽語はイタリア語によって、書き記されている。イタリア語の方言は大きく北部方言、中南部方言に大別でき、 ラスペツヤイコールリーミ二線が統合線となっている。そこから、さらに北西部、北中部方言、北東部方言、中部方言、南部方言、周辺当初の方言に分けられる。イタリアは、西ローマ帝国滅亡以降、政治的分裂が長らく続いたため、各地域ごとの方言差が大きくなったとされる。これは同じく長年にわたって、両方国家時代が続いたドイツが、 多数の方言と地方言語を抱えている状況と似ている。イタリア本国の国語教育及び他国のイタリア語教育の場において盛んに用いられている標準イタリア語はそうした各地の方言の中で最も周辺国の言語、フランス語やスペイン語などイタリア地方と歴史的に縁深い国の言葉の影響を受けていない中央イタリアのトスカーナ方言にナポリ方言、 シチリア方言の合意を取り入れたもので、統一後の標準語政策によって盛んに広められた、詳しくは方言イタリアの方言政策を参照。そのため、現在イタリア国民のほとんどは、標準イタリア語の話者となっている。しかし一方で、ローカリズム運動の高まりもあって、方言の中でも独自性の強いものについては、独立した地位を与え保護すべきかどうかの議論が進められている。 具体的には、シチリア語、ナポリ語、ベネト語、ガルイタリア語などが例に挙げられ、高齢層を中心に、イタリア国民の4割が、標準イタリア語と共にそうした、地域独自の言語を理解できるという、都市部などでは現地化した、標準イタリア語にとって変わられている。各方言を言語とすべきとする論者の中でも、 十数個の細かい言語へ分類するのか、あるいはある程度まとまりのある規模、北イタリア語、ガロイタリア語などにすべきか意見が分かれている。またこうした議論の一方で、イタリアにおける各地域の話し言葉が一つの言語体系としてまとめるには少ないとしても一定の共通点を持つことについての異論はなく、イタリア諸語という表現をする地域主義者も存在する。 各方言の特徴は中世以降の歴史的経緯も、去ることながら、ラテン人によるイタリア統一前に居住していた他の古代イタリア人やギリシャ人植民者の用いた言葉の影響も存在しており、これらは俗ラテン語時代を通じて現在に残っている。アルファベート、アルファベットと呼ばれるラテン文字アルファベットの26文字を使用する。このうち、ボインジの A、E、 I, O, U にはアクセント符号をつける場合があるが、辞書上ではアクセント符号をつけない文字と同じ文字として扱う。K, J, X, Y は人名や地名、方言、外来語で使用する。W は古来の文字ではないので、英語やドイツ語からなどの外来語で使用する。このため通常使用文字は21文字とも言える。 読み方は一文字だけ強調する場合は A を R のように伸ばすことも多い。イタリア語でよく使う文字の読み方は規則的だが、X 以外のあまり使われない文字の読み方は長く一つに確定していない。電話などでの綴り伝達法では、イタリアの都市の名を使い、アンコーナの A のように使用するが、H は一文字目が H の都市名がないためが依頼後のホテルを使用している。K J,Y は外来語の一般名詞。W,X は固有名詞を使う。辞書での単語の順は26文字を表の順、英語と同じに並べる。母音字のアクセント符号の有無は順に影響しない。大文字は文章において文の先頭や固有名詞の先頭の1文字に使用する。大名詞などの継承の戦闘文字も大文字とする。碑文、見出し、本の題名。 漫画の吹き出し、手紙、落書きなどにおいては、文全体が大文字で書かれることもある。最近の文字の使用方法では、携帯電話のメッセージや電子メールなどで、文字数を少なくする用途で、X を、パー、掛け算の記号から、6を、正、エッセレの現在、第二認証単数形など読ませた文章を作成することもある。イタリア語では通常、k を使用しないが、 ch を k と置き換えることもある。よって、ペケ k がザックとなる。15世紀のイタリア詩人のジャンジョルジオトリッシーノは、イタリア語の音素をより完璧に識別するための独自の政治法を提案したことがあるが、これは普及しなかった。イタリア語の音説は、1個以上のシーンと母音の組み合わせからなる。発音に対する綴りは、シーンと母音が1対1の場合は日本語の、 ローマ字綴りに近い、ローマ字綴りがイタリア語等のラテン系言語母音の表記に習っているため、また以下に示すように発音が規則的であり、同じ綴りで発音が違うといったケースが非常に少ない。以下は、シーン母音の代表的なものと、日本語の発音、カタカナと発音記号、カッコなとの対応表である。日本語での発音は近いものを選んでいる。 E と O についてはそれぞれ公共の違いは割愛した。イタリア語のアクセントは強弱アクセントである。イタリア語にはラテン語と同様の二重シーンがあるが他のロマンス語であるフランス語やスペイン語のそれとは異なっている。この違いから他のロマンス語と比べて特有のアクセントがある。ラテン語でシーンエルボインであった音はイタリア語では L が愛に変化しているものが多い。 接頭時レマイナスが、リマイナスになっているものが見られる。破裂音 S、または異なる破裂音が連続する場合は、後ろの音に同化し、調子音となる、アクトムアットなど、また開音節で強制を持つ、短い王の多くがウオに変化している、ボーナスボーの。文法、統語法についてはイタリア語の文法を参照、動詞はカッコ内に現在一認証単数を挙げる。 古代のイタリア半島においては、複数の古代イタリア人とも言うべき部族が存在し、それぞれが異なる言語を用いていた。その後、古代イタリア人の一派であるラテン人の国家ローマによるイタリ統一によって、彼らの言葉であるラテン語がイタリア人の公用語として普及した。ラテン語は、ローマの力が西欧や地中海沿岸部に広がるにつれて、さらに拡大したが、 公式の場で用いられるラテン語と民衆の話し言葉としてのラテン語、いわゆる民衆ラテン語、俗ラテン語ともには若干の差異が存在したと言われている。ローマ帝国の分裂は各地の民衆ラテン語の方言化を招き、イタリアにおいても民衆ラテン語のイタリア方言と呼べる言葉が成立した。イタリアにおける民衆ラテン語の方言は時間とともに、 変化の度合いを深め、いつしかた地域の民衆ラテン語とは明らかに異なる。言語と言えるほどの変化を得た、コイタリア語。民衆ラテン語からコイタリア語への変化がいつ頃、生じたかを正確に判断することは難しく、また当時の欧州諸国は、公用語として、ラテン語を用いており、文章による記録が少ないため、どのようなものであったかについての検証も容易ではない。 しかし少なくとも10世紀頃にはすでに成立していたと考えられている。イタリア語は近世のイタリアルネサンスにおいてイタリア人共通の言語を形成しようとする文化人の運動の中で形成された。とりわけその主導権を握ったのはトスカーナ出身の詩人ダンテ・アギエーリで彼は当時古典ラテン語で書くのが一般的であった文学作品を 中央イタリア語のトスカーナ方言に南部のナポリ語、シチリア語の語彙を取り入れた言葉で執筆した。この言葉が現在のイタリア語と呼ばれる言語であるが、ダンテの作品が大きな文学的賞賛を得ながら、トスカーナ方言を中核にした。この言葉が直ちに全部の公用語となることはなく、ダンテの死語からしばらくは死語になりかけすらした。だが、 カスティリオネラを中心とする文学者グループが再び共通語、標準語作りを呼びかける際、ダンテの辞責を大いに叩いたことで、標準語を求める動きは再加熱し、同時にダンテのイタリア語も脚光を浴びた。しかし、ここでイタリアの文学者たちに大論争が巻き起こる。カスティリオネのグループは、ダンテの名声を政治的に利用しつつ、イタリアの様々な言語、 おおむね今日においては、トスカーナを含む中イタリア語、ガロイタリア語、ベネト語、ナポリ語、シチリア語、サルデーニャ語などに分けられるを平等に配分した一種のクレオール言語を作り出そうとしていた。これに対し、ダンテは中央イタリア語以外の系統に属するイタリアの言語に配慮しつつも、あくまでトスカーナ方言が標準語になることを望んでおり、同じ目的でありながら、 真っ向から対立する路線であった。次第に、カスティリオーネラはダンテを独善的と批判するようになり、これに、標準語運動の旗印であった、ダンテのトスカーナ方言をベにした、標準語運動を進めるべきとするピエトロ弁ボベネツィア出身で、ペトラルカの影響を受けていたのグループが独立、イタリア中を巻き込む、一大論争に発展した。最終的にこの論争は、 後者の勝利となり、カスティリオーネは退けられ、ダンテの作ったトスカーナ方言の方言としてのイタリア語が地位を得た。この言語は文学者や詩人たちの手で、それまで欧州全体の公用語であったラテン語に変わる形で用いられ、その公的地位を向上させた。こうしたルネサンス期のイタリア語文化は、後のリソルジメントにおいて民衆の統一を望む。 動きの原動力として影響力を発揮することとなる。統一当初、正式な標準イタリア語、文学的なトスカーナ方言という表現もあるは、貴族や学者など上流階級のみで話されており、民衆は中部イタリア語系の俗語、方言か、系統の違うナポリ語などを話していた。イタリア政府は国民意識のさらなる向上のため、フランスの政策を参考に、 方言の廃止と標準語の浸透を国家政策として進めた。現在、イタリア国民のほとんどがこの標準イタリア語を理解できる。しかし、言語の統一は民族主義的な思想へとつながり、第一次世界大戦においては、イタリア語の響きが聞こえるすべての土地を、イリア民族のもとに統一しようとする民族思想、イリデンティズムが盛んになる。 ラテン語から最も近いトスカーナ方言をベースにした、イタリア語、ラテン語との同一性は75%に達するの、響き落ちということは、すべてのラテン語圏を指すのと同義であり、これが二度の世界大戦への参加を促す結果を生み出してしまった。各地を旅して工業が行われたオペラやコンメディアで、ラルテもイタリア語の普及に貢献した。 イタリア語と日本語の関係は、ほとんど名詞を借用する程度の範囲にとどまっている。ただ、近年の日本語において、形容詞の最上級、父母や住人を指す、ネーゼ、霊、シロガネーゼのようなイタリア語の派生語作成法が、取り入れられる現象も存在する。イタリア語から、日本語に取り入れられた子は、解明のドレミや、演奏記号などの音楽用語が多い。 イタリア料理の流行に伴い、スパゲッティやティラミスなどの語も一般的である。また、自動車の名前には古くから近年には建物内やファッション等にイタリア語の単語が使用されている。イタリアでサッカーが盛んであることから、日本のサッカークラブではイタリア語の単語もしくはそれをもじった造語をクラブ名の一部として使用することが多い。イタリア語から 日本語の外来語に転じた語。ただし音楽、食べ物の単語は除く。イタリア語における外来語は徐々にイタリア語風の綴りになる傾向があり。日本語からの外来語も例外ではない。ッコ内は語源。イタリア語の日本語表記を参照。日本における検定試験としては、イタリア語検定協会が実施している。年に2回行われている実用イタリア語検定がある。なお、 イタリアの大学、高等教育機関入学資格取得を目指す外国人は、イタリア外務省より国際的な公式資格として認定されているクリック、イタリア語検定良質基準、セルタフィケイツヨニリングインイタリアの DI クワリタの、ペルージャ外国人大学、シエーナ外国人大学、ローマ第三大学、ダンテアリギエリ教会、これらの一つの組織による検定試験が必要となる。 クリック、イタリア語検定量質基準、セルタフィケイジネリンガーイタリアナディアイクワリタとは、外国語として学習するイタリア語を検定するための統一基準である。クリック委員会は、イタリア外務省と協定を結び、下記の組織から構成されている。この基準は、EU が定める、言語統一基準に適するものである。ペルージャ外国人大学のシーリーと、 シエガ外国人大学のスルズは、イタリア文化会館を通じて受験でき、年に2回、シーリーは6月と11月、スルズは6月と12月主催されている。また、ダンテ・アリギエリ協会、ソチダー・ダンテ・アリーグ・ジェリー主催のダンテ・アリギエリ協会イタリア語検定も年に2回、5月と11月、行われている。過去の問題集は、 ダンテてアリギエリ協会本部のホームページから閲覧できる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。